他になんかこれは話したいっていうテーマありますか？これは話したいこれは話したい、今日はこれはどうしても伝えたいっていう。いやまあ平常運転なんで今日はちょっとね趣旨を変えて、私のお悩み相談に乗ってもらえますかと思っていつもここのところずっと私が質問して、はいはい、神田さんに答えてもらうっていうパターンが多いから、はい、今度ちょっとじゃあ私のお悩みに付き合ってもらおうかなと思ってみんな平田さんのことね、どういう方だなって、見てくれた友人とか、結構気にしてますから、ね、あそうですかまたこのお悩みで人物像が浮き彫りにされますね私よくこういう仕事してると、いろいろ人をこうご紹介することが多いんですよ、はいはい、友人同士を紹介するとかね、お客様同士をご紹介するとか。ちなみに平田さんはギャラリーを、運営されている、はいはい、ギャラリーオーナー。そうですね、そういう仕事をしてるんですけど、やっぱりこう人と人をつなぐのも結構仕事の一つになっていて、その人を紹介するのがすごく下手なんですよ。そうですか。そうなんです。で、お名前は当然紹介するんですけど、でこの方はこういうこうこうこういう人ですってやっぱり言わないといけないじゃないですか、当然ながらね。ちなみに一番最初の動画の時、僕の名前も間違ってそうでしょ。本当に下手なんですよ。で、結局自分が言ったことがそれが相手の先入観につながったらいけないなと思うと、どうやって紹介したらいいのかいつも悩んじゃうんですよ。平田さんそれ言われますよね。なんか例えばこういうとこにこういうふうにやってるでも、私がこう言うとそういうふうにみんな見えちゃうからっていうのをおっしゃってましたね。そういう相手を紹介する方法みたいなのをよりよくどういうふうに紹介したらいいのかってもしアドバイスいただけたら。まず名前は間違えないですよね。そうですね。もうそれは3点のマナーですよね。すいません。僕はいいんですけど面白かった、ね。やっぱいいとこ紹介してあげるのがいいんじゃないですか、ね。ご紹介するからには変な人は紹介しませんから、だから皆さんやっぱり心から紹介したいと思うから紹介するんですけど、紹介下手なんですよ本当に。でも絶対そういう思うお相手はやっぱり平田さんがその方のいいところをいっぱい知ってるじゃないですか。それを伝えてあげればいいんじゃないですか。その人がそれをその通りに感じるかどうかまた別ですけど、いいことを伝えておいて悪くなる分には、まあ紹介としては別にそんなにあんまりそんなにじゃあ深く悩む必要ないのかな。いやそうですよ。私は思った通りにその方のいいところを単純にピックアップしてお伝えすればいいっていう。いやもうそうじゃないですか。ことでしょうかね。だってもう何伝えても伝わらないものは伝わらないし、捉え方によっても違うから、例えばね、こちらはどこどこ会社の社長でとかそういうこと紹介するとね、変に相手が緊張したりしませんか。ましてほらこういうアートの世界って肩書きじゃないじゃない。だからそういう変に相手の先入観をお伝えしていいのかなと思っちゃうことがあるんですよ。例えば神田さんとかご紹介するのにこの方はお医者様でとか言うと、別にそんなの医者であろうが何だろうが神田さんは別にどうでもいいことなわけじゃない。それ難しいですよね。それは紹介される人にもよりますね。その自分の肩書きが自分にとって誇らしいというか、自分の名刺ぐらいの人はやっぱり言ってほしいだろうし、そうなんですよ。それは難しいですね。それは事前確認ですね。そうですよね。だからもうちょっと例えば神田さんがフランクにお食事したいと思ってるのに、みんなとね、神田さんはお医者様でとか。すごい確かにって言われると、そうすると今度お食事の時にじゃあこういう時はどうしたらいいですか、この病気はとかなんか聞かれちゃうと、それはせっかくリラックスしてる空間なのに嫌だったりしないですかとか、そんなこといろいろ考えちゃう。さすが HSP ですね。そうなんです、そうなんです。ハイパーセンシティブ。そうなんですよ。考えすぎちゃうもんそうやって。それは考えすぎですね。たまにね、その肩書きを紹介してほしくない方とかもおられるけど、その肩書きもその人も通ってきたりしながら、まあ悪いことはないんじゃないですか。そうかそうか。じゃああんまりそこまで悩む必要はない。そうですね。でも本当平田さん多いですもんね。なんか人と人を紹介するとか。そうなんですよ。このギャラリーもなんかいろんな面白い方が集まってきて、なんか前は偶然何でしたっけ、水のせいかなんか。ああ、そうそうそう、もうお亡くなりになっちゃったんですけど、江本勝さんっていう方で「水は生きてる」っていうご本をお書きになって、もう全世界をこう講演してね、むしろなんか外国の方がすごく有名な方らしいんですけど、もう全世界でこう呼ばれて講演されてた方で。先ほどの水じゃないんですけど、水っていうのは命があって魂もあるっていう、だから水にこう優しい言葉を投げかければきれいな結晶になるし、暴言を吐けば汚い結晶になる。例えば汚い川の水は汚い結晶だし、アルプスの湧き水みたいなそういうのの結晶はすごくきれいなんですって。そういうのをこう、科学とそういう精神性を合わせていろんな形で活動していらっしゃる方なんですね。その方がお知り合いだったんですか、もともと。いや、私は知り合いじゃないですよ。たまたまフラッと入ってこられた。いやいや、そうじゃなくてね、話すと長くなっちゃうんですけど、無理なりにシンさんって元インド大使夫人で、画家さんがいらっしゃるんですね。で、私どものギャラリーでご紹介してるんですけど、その方の個展の最中に別の方からその本をいただいたんですよ。それでムリナリさんに、私こんな本を読んだんだけど、その水は生きてるっていう本なんですけど、どう思うっていう話をしたら、あら私この人知ってるわっておっしゃるんですよ。いや私ぜひこの方に会ってお話ししてみたいわって言ったら、じゃああなた電話すればいいじゃないってすごい簡単に言うんですよ。だから電話するって言ったって連絡先はと思った。その本の裏に事務所の電話番号みたいなのが書いてあったんです。それが日本橋の住所になってて、でお電話したらご本人さんもすぐお出になったんですよ。それでいや実はこうこうこうで事務所の近くにギャラリーをやってまして、で今無理ないさんという方の展覧会やってるんですけどって言って、ぜひ見にもいらしていただきたいしお話を伺いたいって言ったら、じゃあ明日伺いますって言っていらしてくださったんですよ。すごいでなんかここでもっと、なんかレアな人種同士が集ったまあでもそれを言うとあまりにもちょっとあまりにもぶっ飛びすぎてる話だから、いやちょっとそれはちょっと変えときます。あの話面白かった、じゃあここはちょっとまたそうですね、別の機会にね。すごいでもね、すごい平田さんのお話聞いてると、なんか物理的なものを超えた、なんかすごいつながりを感じますよね。なんかこう必要な時に私が望むタイミングで人だったり物だったりがたまたまそういうタイミングで来てくれるって、これすごいおごってるわけじゃないんですよ。でもここには一つのルールがあって、自分の尻に従っているとそれはならないんです。自分の私欲がないところでそれを望むとそういうふうになるんですよと私は信じてる。いや、欲はいいんです。欲はなきゃ人間生きていけない。利益というかは違いますね。私欲、例えば自分のお金が欲しいとか、それを持ってしまうとそういうふうにならないけど、それを自分の中から排除すれば自動的に必要なものが必要なタイミングでやってくると思ってる。実際そういうふうになってると思うんです。平田さんに尻はあるんですか？ありますよ、もちろん。全然感じないんですよね。それはすごくありますよ。あるけどやっぱり極力自分の中から排除する努力をしてる。例えばお坊さんがね、山の中で一人こもって修行するって、そういうのもおそらく修行だと思うんだけど、こういう世の中のね、もういろんな私欲の中で自分をこう保っておくって、これもなんかすごく修行のような気がするんですよ。逆に煩悩にまみれたところで煩悩を遠ざける、お誘いがいっぱいありますからからね、特にこの仕事してるとね多いんですよ。ああ、そうなんですよ、うん、まあいいか生々しくなっちゃってやめときましょうか。そうですね、うん、でもある意味やっぱ商売じゃないですか、うん、やらないといけないから、うん、いい作家さんを紹介するのもお仕事だけど、それをある程度お金に換えるっていうのも絶対ついて回るじゃないですか、うん、そうですね。ある程度豪華な作品とかやり取りしてるとか、これ1個売れればあんだけいくなとか、そういうのもどうしてもついて回ると思うんですけど、うん、私ね、ある人からの教えてもらったんですよ。お金をね毛嫌いすると絶対お金は入ってこないよって言われたんです、うん、で確かにこれってそういうゴールデンルールってあると思うんですよ。じゃあ何をしなきゃいけないかって言ったら、そのお金を毛嫌いするんじゃなくってお金は流していく、うん、自分のところに入ってきたらそれをきれいに流す、うん、でそれがやっぱりお金の正しい使い方かなとその方からちょっと教えてもらったところありますね。私やっぱりサラリーマンの娘なんで、サラリーマンってお給料が会社から入ってくるわけでしょ。何をしようが入ってくるじゃないですか。たくさん働こうが働く前が一定の金額がね。だけど我々の仕事ってやっぱり何か売ったことによってその利益をいただくわけなんです。でやっぱり私サラリーマンの娘だったら最初の頃他人様から利益を上乗せしていただくのにすごくそれがね罪悪感があったんですよ。それが、ね、払拭できるようになったの5年もかかっちゃったのその方は私の仕事のやり方を見て多分思ったんだと思うので、そうやって教えてくれたんですね。で入ってこなかったら流せないわけですよ。だから正しく流していくっていうことをすれば別にお金っていうのは汚いものじゃないんだっていうふうになるのに5年かかりました僕も最初はなんかね、うん、医者の初めの頃とか、うん、こんな一発でも何でもない医者がこんな給料をもらうってなんか間違ってるなと思って、うん、まあアルバイトとか行ってたんですけど、それ全部なんかもう親にあげてたんで、うん、なんか自分で使うのも嫌で、親孝行ですね。親孝行っていうかなんかね、うん、それこそその平瀬さんが言うように、うん、これ言うとなんかこうちょっときれいごと言ってるみたいな感じで嫌だったんですよ。なんか納得できなくて、うん、こんな学校出たばっかで何もできないのに、うん、医者のバイトなんかその辺の学生の時にするようなバイトよりは全然やっぱグッと額も違ってくるじゃないですか、うん、すごい納得できなくて、うん、まあ親に流すのは悪いことじゃないだろう、うん、それを自分で使う、自分のために使うっていうのはなんかこう腑に落ちなくて、うん、でもそういうとことなんかその5年は共通点があるような気がしますね、うんうんうん